始まりましたラバーズレイオ。こんばんは、春野です。この番組は5月10日に配信リリースとなった春野のファーストフルアルバムザ・ラバーのリリースを記念して、ラバーズとのディープなおしゃべりをテーマにお届けするラジオ番組です。ゲスト来てくれてるので紹介します。こちらの方です。こんにちは、佐藤千秋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ビーナスフライトラップ参加いただいた佐藤千秋さんをお迎えしております。仕事以外で会うことなかなかない。だから今日が3回目そうですね。ですよね。レックレコーディングと MV と京都の割には打ち解けてる方だと思っちゃってますけど、どうですか？いや、僕あれなんで、基本コミュ障なんで、そう、結構喋ってる。初めてであればあるほどよく喋ります。じゃあまだ慣れてないんだな。気を使えてるってことです。でも初めて会った時からすごいしっかり喋ってくれて、なんかありがたいというか、ちょっとイメージと違ったというか、なんかクールなイメージもちょっとあったんで、アーティスト像的なのが。でも話しやすくてすごいありがたいなと。本当ですか？はい、私今春野くんの本名何かなって妄想してて、当てに行ってもいいですか今？急にどうぞどうぞ。いや、そうだな、顔が全然当たらないと思う。当たったらどうしようって思って。いや、多分当たらないと思うんですけど、はい、名字が、はい、松本、はい、で下の名前が日和、うん、でフルネームで松本日和なんじゃないかな。なるほどなるほど。思ってるんですけど、当たってます？始まりました、ラバーズレイド。待って、 NG にするのやめてもらっていいですか？松本日和と。あ、松本日和、読み直してくれてる。優しい優しい方向だった。松本日和さんです、本名。何文字合ってるかな。一文字も合ってなかったらどうしよう。一文字も合ってない。マジか、じゃあ全然ダメだ。一文字も合ってないね。私、日和じゃなくもう一個名前が思い浮かんでたんですよ、はい、そっちも言っていいですか？どうぞどうぞ。名字は松本のままで。で、下の名前が豊美、松本豊美。一文字も合ってないです。やば、全然やばい。ちょっとそう、名前をそう、ちょっとね、あれだよね、中性的な方いいし。全然全然意外と高明とかそういう感じですか？あ、もうそんな感じです。たけし、たけし、たけしよりは高明かな。でもこれ多分当たってても、当たってるって言えないじゃないですか今。やっぱ本名はバレちゃうんでね。当たってる可能性もギリあります、まだ。まあ確かにね、うん、わかんないけど。じゃあ、今日からは松本日和でも英語さしようかなと思いますので。じゃあこれ聞いた人は、松本日和の新曲かっこいいってツイートしてもらうっていう、そういうルールでお願いします。誰だよってなるやつ。めんどくせー。面白。ごめんなさいね、勝手に名付けちゃった。千秋さんは本名？私本名ですね。漢字も一緒ですか？漢字も一緒です。はい、珍しい字だねって結構言われるんですけど。そうですね、なんか綺麗ですよね。なんかインディーズの時は名字しか出してなかったんですよ。佐藤しか。それは見ました。それは見ました。お客さんが男女どっちか分からなくて混乱するっていうのがよくあったんです。それだったんですか？それが理由で。たまにエゴサすると、ステージ見てる途中は、なんだったかな、男の子っぽい女の子かなって思ってライブ見てて、物販で喋ったら綺麗な男の子だったって書いてる人がいて、分かんなかったんです。どっちみち 逆みたいな、なんか合ってないよ最後のその思った方みたいな。なんかでもそれを狙ってやる人もいると思うんで。あ、今はね、うん、そっかそっか、確かにね、分からない。もしかしたらめちゃくちゃ先を行ってただけかもしれないです。確かに、は春野くんですもんね。そうなんです、名字、名字っぽい、名字っぽい活動名なんで。確かに結構いますよ、名字だけっぽい活動名の人。うんうんうん、めちゃくちゃ10年ぐらい先行ってただけ。先行ってたんだ。そう、下の名前をね、そう、なんか出せなかったんでね。そうそう、今ね台本読んでるんですけど、最近どんな曲聴いてますかって書いてあって。ああ、はい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 。あ、でもなんか、うん、ニュージー聴いてるっていうのはツイッターで見ました。ああ、ニュージーズ、うん、うんうん、そうですね、そう、去年ぐらいから、うん、それまであんまり詳しくなかったんですけど、はい、K-POP を聴くようになって、うん、割と聴いてましたね、去年から今年にかけて。それはあれですか、その事務所劇とかそういうわけではなく、単純に、そう、なんかまだ全然にわかで、うん、なんかどうやら私は第4世代が好きらしいっていうところまでは言われて知るみたいな。で、事務所縛りで聞いてるわけでもないんですけど、どうやら好みの傾向はある模様ですけど、うん、はい、あんまその事務所とかは詳しくないんですよ。だから今の子の方がめっちゃ詳しいじゃないですか。なんかめいっ子とかめっちゃ聞いてるし、なんか聞いてますね、そういう曲とか。そうですね、僕はもう それこそ17年ぐらいから本当に
韓国の音楽ずっと、まあ、全体的にポップに限らず好きで、まあ、その友達にオタクがいたんですよ。でとりあえず事務所全部教えられて、その事務所に所属してるアーティストを教えられて、このアーティストはこのグループのソロだよとか、 あとまあそういうアイドルグループはまあ解散しないとか、まあ、契約更新しないで脱退はするんだけど、そのグループが解散っていう名目にはならないとか、なんかそういうなんか常識的なところをいろいろ教えてもらって、その M ねっていう、まあ、M ねね、はいはい、なんかいわゆるチャートだったりとか音楽番組だったりとかをちゃんとチェックするようになって、曲が本当いいですよね。サウンドデザインがね、いやすごい、そう多分僕根本がトラックメーカーなんで、あの音から入るんですよ。いやでも音いいっすよね。そうで気持ちいいんだよ、多分そこら辺好きな人は、うん、そのカリスマ性だったりファッションだったり、まあ、これ聴いてる自分好きっていう、まあ、外見、自分の方の外見だったりとか、うんうん、まあ、時代もあるし、ね、そう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 、だったりまあ様々だと思うんだけど、一様に歌詞は分かんないじゃないですか。まあ もちろんそうですね、英語とかハングルとかだ、そうそうそう、まあポップネスなところは英語とハングル混ぜたりしますけど、うん、まあ、そうじゃない曲とかもかなり多いんで、 K-POP 好きって言ってる人たちはそんな気がしますね、うん、あの音が好きというかリズムが、そうそうなんですね、フィーリングがいい、めっちゃ、だから最初はなんかそのアイドルの曲なんだなみたいな印象があったんですよ、うん、やっぱ昔は、うんうん、でも、まあ、やっぱりいろんな人がいいって言ってたりとか、友達もこういうの曲はやばいよって言って教えてくれたのとか聞いたら、えこれトラックやばないってなって、そこから結構サウンドとかで聞くようになって、なんかアイドルじゃないじゃんみたいな、もはやもうアーティストやんみたいな、そう、アーティストですよ、そうって思ってずっとすげえことが起きてるみたいな、曲の中で構成だったりとかサウンドだったりとか、まあね、ブラックピンクとかもすごい、あそこそこあたりからやっぱうちらの世代はなんかブームが結構来てたというか、まあ、もちろん TWICE とかいろいろからとかもあったと思うんですけど、より音楽よりで聴く人が増えた、ミュージシャンの中で聴く人が増えたなっていうのはそのあたりかな、ガールズクラッシュみたいな感じで、うん、そう、でもなんかね、いろいろなんか好き嫌いせずね、いろいろ聴いてるんですかね、音楽は一回は聴く、うん、そうですね、とりあえず聴くかな、やっぱあれですか、いろいろディグって自分のサウンドに還元したりももちろんありますよね、はい、還元されてきたり、まあ、お勉強なんでありますね、うんうん、そのこういうのいいなとか、うん、こういうやり方あったんだとか、まあ、でもなんかその一個を聞いてこういうのがあったんだ、これをしてみようとはならないかもしれないです、やっぱ、うんうん、その受け皿が小さい人のアウトもってそれ以下しか出てこないじゃないですか、うん、そうなんで、まあ、例えば100曲聞いてから判断するというか、うん、なんかこう感動的な一曲に出会ってその一曲っぽいものを作りたいみたいな感じでいっちゃうと確実に失敗するんで、うん、まあ、なんかそこはそうですね、まあ、次回とも言えるんですけどありますね、結構あれですか、いろいろ他も掘ってから、そうですね、うんうん、その周りのシーンをちゃんと勉強して、なんだろうな、いやなんか真面目よね、そう思うといやあの勉強好きなんですよ、いやすごい、あ、勉強好きなんだ、好きです、好きです、本当の勉強も、座学学校の勉強もする方だった、好きか嫌いかと言われたら、まあ、別にやりたくはなかったですけど、うん、でもそうですね、なんかやっぱ自分の中で紐解きたい、うん、好奇心もあるんで、うん、自分が興味あるものに対してははいはいはい、なんか土台からいきたいというか、好奇心が、ね、ある、そうですね、それが講じてなんかこう新しい趣味が始まると全部こう物から買って、そうそうそう、物揃ってからなんかさあやるかみたいな感じ、そうでも春の国一個そう聞こうと思って、さっきちょっと準備したやつがあるんで聞いていいですか、はい、改まって改まって聞くようなことじゃないんですけど、はい、全然ちょっと砕けた内容なんですけど、はい、もしも自分の人生に音楽という存在がなくて、うん、この世界に音楽がなかった場合、うん、何をしてましたか、仕事でもいいし、次に好きなことでもいいし、うん、音楽がなかったら、ミュージシャンじゃなかったら何してたと思いますか、多分でも生きてないかもしれないです、なんかその4歳の頃から12年ぐらいピアノやってたんですけど、ピアノやってた、それはまた別として、その青春の頃の音楽って僕にとっては逃避だったんで、うん、なんか多分ストレスを逃がすというか、
逃避する術が他で見つけられるとも限らないし、うん、音楽は多分僕にとってその耳を塞ぐことができる本当に都合のいいものだったんですよ、うん、そうなんで多分、うん、そうかも逆に千秋さんどうですか。あでもどうなんだろうな、でも自分もそう結構思ってた時もあったりしたんですけど、今は結構今なんだろう、音楽をじゃあ自分からなくしてみるね、うん、一回なくしてみますね、はいはい、瞑想入ってますやばい、ラジオだから無言だと放送事故になっちゃった。大丈夫です、この期間も切り取らずにね、でもなんかやっぱりいやこれみんなでもそう言うんですけど、ミュージシャンの人とか結構この質問しろくすることあるんですけど、音楽してない、例えば歌ってないとか作ってない自分っていう存在想像できないっていう人がほとんどで、やっぱみんなつながっちゃってるんですね、自分のなんか魂と音楽が。でも私何やろうかな、何でもなれるとしたら何だろうな。瞑想の続きですね。でもなんか山奥で、はい、野菜とか作って、うん、魚とか釣って暮らしたい。自給自足自給自足したい。それなんかそれ別に音楽やっててもできるんだよな。多分音楽に変わる逃避なだけな気がします。あ確かに自然豊かなとこで。そうですね。まあでもやっぱりそのこんだけ根元にねその深く生えてしまったもの。うん、引っこ抜くのは無理ですね。確かに想像が確かにできなかったっすね、うん、自分も今イメージしてみたけど別に音楽やっててもできることだったし、それいろんな人に聞く割には自分の答え自分の答えがないから聞きたいかなるほどね、でも納得できる答えが欲しいみたいな感じかな。そう確かになんか生きながらえてないよなとは思うね音楽があの時がなかったらとは思う。さっきの話つながりで音楽以外でドハマりの趣味ってあるって書いてあるんですけど、なんかあります？家にいるじゃないですか、はいはい、作業って大体、うん、家の趣味になってきません？家の趣味、うん、なんかインドアな趣味になってきます。あ私最近、まあ、去年とかもちょっとハマってて今年もまた始めたんですけど、ぬか漬けぬか漬け漬けのにハマってます漬物っすか？ぬか漬け、はい、ぬかをねあの冷蔵庫にね、それあれといて、ご飯の、まあ、小皿として出すってことですか？まあまあまあ、お酒ってことですか？あ、いや、そう、あの、普通にご飯の。なるほど、なるほど。そう。副菜として。そうね、でもやっぱり、出したりとか。インドアな趣味かもしれない。僕、うん、今年入って、紅茶にはまって。ああ、でも友達のドラマでいるよ、紅茶が好きな人。います。どのレベルですか？いや、わかんない。なんか言ってたけど、全然頭に入ってこなかった。ちょっと紅茶のことわかんなすぎて。もう外で買ってる人なんて信じられませんっていうレベルで、ね、やっぱねやっぱ茶葉をできます揃えて蒸らしてとかやってるやりますやります。ちょっといい茶器買って、あ温度計も買って、いや最適の温度が90度なんですよ。あ出た、聞いたことあるな。お茶屋さんに行くと絶対言われるやつだ。なんかコーヒーは92度とかありますよね、うん、いろいろみんなでもミュージシャンってそういうのにハマってくるんですかね、紅茶。私はコーヒーで、結構なんかいろいろ行くじゃないですか、やっぱライブとかで、うん。で、そこの先で豆買って帰るのにハマってて、で、家で引いて飲むみたいなのがすごい好きです、ね。それは、あれですか、自分のなんかこう、情報に入れるんですか？それとも、別に何でもいいけど、うん、何でもいい。あ、そうなんだ。なんか、その時に出会った一期一会感を楽しむ。なるほどね。で、ここの焙煎のブレンドのがめちゃうまかったって思ったら覚えとくけど、メモとかは してないから。昔はワインとかハマってた時はワインアプリとかあるじゃないですか。あれワインハマってるんですか？そうワインはそれ好きだったけど、はい、お酒弱くなってあまり飲めないけどワインも好き。なんでワインハマってるんですか？今月デビューしました。今月デビューしたの？お家で。お今ねガチってます。じゃあちょっといつかプレゼントしますね。え美容の美味しいやつちょっとよろしくお願い。でもちょっとまだあのペーペーなんで、あのとりあえずあのキフワインっていう甘いワインがあって、そうあれの、まあ、いろんな、あれフランス発祥なんですけど、うん、フランスのまあ聞いたことある。キフワインソーテルっていう場所だったりバルザックっていうところとか、バルザックね、まあ、取れるなんかブドウの種類が全然違うじゃないですか、うん、そこによって、まあ、結構キフワインも全然甘さの
種類というか、まあ、ボディ感が違って。ハマったらやばいんじゃない、ワイン。だってさ、国とか産地とかブドウの種類で。もう今分かると思いますけど、今入ってるんですよ。多分ディグっちゃうね。私結構イタリア産のワインが好き。イタリアなんだ。うん、イタリアのはなんかね、飲みやすい容器で。フランスの方がちょっとさ、開けてちょっと置かないと開かなかったりするじゃん。なんかね、硬いんですよ、最初味が。1時間とか一晩とか置くと、むちゃくちゃ華やかな香りとか味になるワインが結構あって。それはあれですか、酸化させるんですか。そう、空気に触れるのが大事なんだと思う。だから基本良くないとされてません。でも、その方が開くからって言って、わざわざでかいデキャンタリー注いで、こう、ワインを回すんだ。そう。で、それで出してくれるとことかも結構飲食店はあって、全然香り違うの、開きたてとかのし、あのね、試し飲みさせてくれるんだけど、うん、ちゃんと空気を入れたやつと、空気入れてないやつと飲むと、もう、そう、なんかおばさんみたいになってきた。いいな、いいな、いや、あの、めちゃくちゃね、今、真面目に、ただのね、もうこれ、ラジオ撮ってましたっけやばいやばい、私はカベルネ・ソーヴィニヨンのワインが好きです。ソーヴィニヨンブランっていう白ワインだけは、今、ちょっとあの買ってて、まだ行ってないんです。まだ甘いのしか行けてないんです。ね、カベルネ、赤のカベルネ飲んでほしい、美味しい。なんか思ったよりね、この盛り上がってしまいましたけど、ごめんなさい、カットになりそうな。いや、マジで嬉しい。いや、多分 ね僕がどれだけ喜んでるかをね、今分かってる、うん、ということで、とりあえず締めますけどって、あの、楽しくね、お話をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。佐藤さんとの楽曲ヴィーナスフライトラップフィーチャリング佐藤千秋も収録された春野のね、ファーストフルアルバム好評配信中です。あのアルバムの宣伝を全くしていなかったんですけどラジオとして大丈夫でしょうかというところなんですけど、とてもラバーズとディープなお話ができたんではないしでしょうかということで、ラバーズレディをお送りしたのは春野と、そしてゲストにお迎えしています佐藤千秋でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、バイバイ。